元であるマドリー MF グティー氏は、現代フットボールでは創造的なプレーが失われていると嘆いた。現役時代、浮き沈みある天才型のプレイヤーとして名を馳せたグティー氏。調子が良い時には、創造性あふれるスルーパスやヒールパスでもって、観客や視聴者の度肝を抜いている。そんなグティー氏だからこそ、現代フットボールに思うところがあるようだ。 引退後にレアル・マドリーの下部組織やアルメリアで監督を務め、そして現在は、ダズンでコメンテーターを務める同氏は、戦術の宣伝化やフィジカル化が進んだ現代フットボールでは、創造的な選手やプレーが許容されないとの見解を示す。スペイン、リベロ、トニーインタビューで、次のように語った。今、ミスはほぼ許されなくなってしまった。過去にはフットボールの一部だったはずなのにね。 そのことは育成年代で現れているよう、現在、子どもたちは横パスを20本も出し続ける。そうすれば確実で、ボールを失わないという理由によってね。縦に5本パスを出せば何回かはボールを失うことになってしまい、指導者がそうしたことを好まないんだ。スペインでは以前には想像力があり、想像的でリスクを冒せる選手がいた。だけど現代では、 どれだけけ探しても見つけることができない今、創造的なパスを出せる選手がいないのかって。実際のところ、フットボールは近年、大きな変化を遂げている。戦術とフィジカルの明確性が、かなり高くなっているんだ。だから選手はピッチ上げで自由に動くことができない。あらゆる選手が以前から学んでいる動きを見せている。すさまじい才能を持つ選手たちはいるよ。 もちろんだ。だけど、僕はそれすら何か異なる印象を受ける。デラ・ペーニャやバレロンみたいな選手はかなり減ったというか、もう見かけないよね。素晴らしいクオリティを持ち、研ぎ澄まされた技術で持って相手に勝負を仕掛けられる選手たち入る。が、それすらも、あまりにロボット化しすぎているんだ。おそらく周囲やチームの要求、期待、監督によるものなんだろう。グティー氏は、 完璧なパスを出すための鍵が何になるのかを問われて次のように返答している動きのシンクロ明確性そして何よりも創造性だ時には自分の出すパスが出すための場所にたどり着く前から見たり読めたりできるボールがストライカーに届くためパスに明確性があるのは大切だだけど出すパスを事前に頭でかける創造性がその一瞬のひらめきこそが違い